はい、それでは計算基礎学1の第13回の授業を始めたいと思います。でまず前回の復習です。と前回第12回ではその、拡張ユークリッドのご情報の応用としましの一つとしまして、有理数を常用化に埋め込んでの計算、それから、有理数の、循環小数表記からの復元の方法について説明をしました。で今回ですけれども、今回中国十三法の応用ということで、そのモジュラ三法という、一連のアルゴリズムですね、について紹介したいと思います。で今日は特にそのモジュラ三法の中から、その行列積の法計算というのを紹介したいと思います。でまず、モジュラー三法ですね。英語で言うとモジュラーアルゴリズムと言いますが、それの言葉について、軽く紹介しておきたいと思います。で、この、計算基礎学、特に計算機代数では、このですね、中にこのモジュラー三法というのがあるんですけれども、これは主にその多倍長の数を扱う、そのアルゴリズムが対象です。で、どういうことをやるかというと、大きな整数、桁数の大きな整数や有理数を直接扱うのはかなり計算量的に大変ですので、そういった問題をその常用管ですね、常用類の計算、常用管の計算に置き換えて、なるべく小さな整数で計算を行うと。ただしその常用管で計算を行うと必ずしも元の整数上の結果が得られるとは限りませんから、そこでその常用の割る数をですね、何通りか変えて、で何通りか計算を行うと。で最後にそれらの結果を中国常用定理でを使って、それらの結果からその元の整数上の結果を復元するという方法です。でもう少しきちんと、そうですね、箇条書きに沿って説明しますと、まず2番目ですね。2番目にそのアルゴリズムで扱う数の状態、絶対値の常解というのに何らかの形で求めておいて、そのラージ M に対してそのラージ M の2倍を超えるようなスモール N というのを一応計算しておきます。で、3番目にそのスモール N に対してですね、スモール N が N1 から NK の積に等しくなるような、そういう N1 から NK を求めておきます。で、4番目にその3番目で求めた N1 から NK に対して、その N1 から NK でその整数間を割ったですね、常用管上でそれぞれでアルゴリズムを実行すると。ですので、この段階でその、警戒問題を解くということを意味します。異なる常用管で警戒問題を解くと。で、5番目でその中国常用定理を用いてですね、その4番目で用いた、あと、N1 から、モド N1 からモド NK の解を使って、あと中国常用定理を使って、モド N での解を復元するということで、この N がですね、N1 から NK の積なんですけれども、これがその、もともとのアルゴリズムで出力されるべき数の絶対値の常解を2倍を超えている、そういう常用管の範囲内で、答えが得られているということから、この答えは本来求めるべき整数間上での解だったということで整数解を得るという流れになっております。こういった形のアルゴリズムというのはいろいろその目的に応じてありまして、そういったいろいろなアルゴリズムを総称して、モジュラー三法というふうに呼んでおります。で今日はそのモジュラ三法の中からその行列積の計算をですね、このようなモジュラ三法で行うという話を取り上げたいと思います。テキストはセクション 4.9 ですね、64ページからありますので、必要な人は合わせてご覧ください。でここで扱う問題は、単純といえば単純なんですね。整数を成分に持つその行列、2つの行列の積を求めましょうという問題ですので、単純といえば単純かと思います。ただし、ここではその、我々の今計算、これまで計算基数学1の授業で扱ってきた数の種類でいうと、その多倍長数を成分に持つ行列の積の計算であるというところが、ちょっと特色があるかなと思います。で問題設定なんですけれども、
と、まあ、A と B をそれぞれその整数を成分に持つ M 次正方行列とします。でこの A と B に対して、まあ、C イコール A と B の積を計算しようというものです。でその時あの行列の各成分ですね、ちなみにこのと C のブラケットの RT っていう上に書いてますけれども、これはあのこのテキストの記法としてあの最初テキストの最初冒頭で定義されておりますが、まあ、これ行列 C の RT 成分をこのように書くということにまず注意しておいてください。でこの C の RT 成分というのはどのようにして計算でされますかっていうと、まあ、あの確かそうですね、皆さんが入学した年から始まった数学、あ年の前ぐらいから始まったその数学リテラシー の, あの最初の方で、出てきたと思いますが、まあ、行列の積 の, あの定義ですね、その A の、RS 成分と B の ST 成分の積をですね、S が1から M まで和を取りますと、まあ、そういう形で計算をするわけです。で今問題になっているのはこの C の RT 成分とか A の RS 成分とか B の ST 成分っていうのが一般にここではそのある長さの多倍長数で与えられているので、そうするとその分だけ計算に手間がかかると、それをこう何とかしましょうという話なわけですね。でそこでまずアルゴリズムを作る前に、じゃあ素朴な方法でですね、あの我々が知ってるまあ、知ってるよく使うその行列 の, あの積 の, あの方法で、多倍長数を使うとこの計算量がどのぐらいになるかということをまず見積もりたいと思います。で、そこでまずですね、見積もるのか見積もりの際に前提として使うのがこの、行列 A と B の、まあ、各成分がの大きさが一体どれぐらいの大きさで抑えられているかということをまず仮定を置いておきます。ここでありますようにその A の RS 成分の絶対値、それから B の ST 成分の絶対値というのはそのラージ M 以下であるとします。で、このラージ M、まあ、このラージ M は整数ですね。でそれに対して、今回与えた計算機の数の体系で、まあ、ワードの体系をもってこの M の長さを、まあ、L であるというふうに置いておきます。で、この時ですね、じゃあまずこの A の、 あの1個の成分と B の1個の成分の大きさはどのくらいで抑えられますかっていう と、これそれぞれの成分の大きさが M で抑えられていますから、そうするとこのそれぞれの成分の積の大きさっていうのは M2 乗でまず抑えられます。で、さらにじゃ あ, あのこの計算結果の C の RT 成分の各 RT 成分の大きさっていうのはどの程度で抑えられますかっていう と, とそうですね、この AB の各成分の積がを M S が1から M までこう M 個こう加えるわけなんですが、この AB の各成分の積っていうのが M2 乗で抑えの大きさが M2 乗で抑えられていて、でこれを、スモール M 回かけますので、C の RT 成分の絶対値っていうのはラージ M2 乗かけるスモール M で抑えられているものとします。でこれを、M プライムと置くことにしましょう。でさらにここではそのこの A と B の各成分の大きさ の, の、上階ラージ M っていうのが、この A と B の行列のサイズスモール M 以上であるということを仮定します。そうしますとこのここにありますようにそのスモール M ですね、スモール M の、長さですね、この A とや B の行列のサイズの長さというのがと、まあラージ M ですから、A や B の、各成分の上階の長さで抑えられているということがわかります。で一応ここまでそのデータを出してですね、仮定を揃えたところで それぞれの演算のこう計算量をですね、こう見積もることになるわけです。でまずとこの A の RS 成分と B の ST 成分の、その積ですね、乗算がこの行列の演算の中で一体何回出てくるかっていうと、これは
とちょうど M3 乗、シータの M3 乗回程度出てくるわけですね。なんでかっていうと、その、この C の1個の成分を計算するのに、この A の成分と B の成分の乗算の回数っていうのが、M 回出てきます。まずこれいいですかね。で、それにこの C の成分の個数だけ、そういう演算を計算を繰り返しますので、そうすると C の成分っていうのは全部で M2 乗個ありますから、そうするとまあ M 回のこの乗算ですね、M 回の乗算をさらに M2 乗回繰り返すということですので、まずこの長さ L の多倍長数同士の乗算というのは、まあ、M の3乗回ぐらい必要だろうと。で、さらにその中でその各乗算のですね、長さ L 同士の多倍長数の乗算、1回の乗算がその計算量いくつだったかっていうと、これは多倍長数同士の乗算っていうのは、その計算量っていうのは、それぞれの多倍長の数の長さの、積に比例する計算量になってました。ですので、長さ L の多倍長数同士1回の計算量が L2 乗なわけですね。で、それをさらに M3 乗回繰り返すので、この行列の乗算に現れる、この各、そうか、この長さ L の多倍長数同士の乗算というのが、まず M3 乗、θの M3 乗かける L2 乗になるということをまず覚えておきます。で、次に、今度はこの A と A の成分と B の成分の積から C の成分を作るっていうのをですね、これ C の全成分について繰り返しますので、そうするとこれがその加算の回数を見積もることになるんですけれども、で長さが、レグス M' ですね、この多倍長数の加算がこれ全部で M3 乗回発生するということになります。なぜかというと、C の1個の成分を計算するのに、ここのシグマにありますように、この A の RS×B の ST っていう数の加算が M 回ありますね。で、この M 回の加算をですね、この C の全成分分だけ繰り返しますので、そうすると C の成分は M2 乗回ありますから、そうすると M 回の加算を M2 乗回繰り返すから、まずここが加算が M3 乗回、θの M3 乗回になると。じゃあそれぞれの多倍長数の、1回あたりの加算の計算量が、どのぐらいになるかっていうと、これは1回の多倍長数の加算の計算量はその多倍長数の大きい方の、数の長さに比例するということを言ってました。で、そうするとここですね、レングスの M', この長さ、M' の長さっていうのが 2L プラス、M の長さっていう、形で表せるんですが、先ほどの過程でこの、M の長さはこの L 以下ですよということを言ってましたので、合計でこの数の長さっていうのは 3L になると。で、まあ、θで見積もれば θの L ですので、そうすると、1回の多倍長数、ここで出てくる多倍長数の演算の計算量が θ の L で、でこれを繰り返す回数が θ の M3 乗回ですので、合計の計算量は θ の M3 乗かける L ということになります。ということで、まあ、以上をまとめますとですね、この多倍長数を成分に持つ行列の積の計算量というのは、その乗算が θ の M3 乗 L2 乗。それから加算が θ の M3 乗 L ということで、合計としてはこの中でそのなるべくその、まあ、全近的に大きくなるものですね。そうすると M とか L とか その指数が大きい方の項を取り出す と、この乗算の計算ですね、θ の M3 乗 L2 乗という方が影響が大きいので、でそうすると、まあ、この時の行列の積の計算量との合計が、まあ、θ の M3 乗 L2 乗というふうにこう見積もられるわけです。で、ここからの目的は、素朴な
方法で乗算を行った時の計算量がこの θ の m3 乗 l2 乗ですので、これをその中国乗用定理を使った計算で改善しましょうという話になってきます。まずここまででしょうね。この素朴な演算で、こういう計算量に見積もりになるということをまず押さえておいてください。